この動画で高評価をたくさんもらいました。とりあえず線引いて、こっから調整すればいいんだよな。いけるいけるいける、全然余裕だ。ちっちゃいな。もしかしたらちっちゃいかもしれないな。引き伸ばし。引き伸ばしの術。引き伸ばし。ここの突起の部分も、煽りでなんとか。煽りでなんとかな。人参みたいになったな。微妙い。とてつもなく微妙い。何かが微妙。何かが微妙。でも、どう思う？まあ、悪くないんじゃないかな。良くもないし、悪くもないかな。前の高評価の方がうまかった。なぜなら、低評価はしてほしくないから、なんか気持ちが、そっちに向かっちゃってるんだろうな、きっと。高評価してほしいから、低評価はうまくできないんだろうな、きっとな。あんなさ、回りくどいさ、やり方しなくてもよかったんだよ。普通にさ、うんち書けばいいじゃん。なんな低評価書く必要ないよ。低評価もらうんでしょ？そんな一発よ。これで一発よ。もうわかるでしょう。勘のいい人はもうわかると思うよ。はい。二層目ができました。もうバッチーな。汚ねえし。できた。わかりますかね？うんちです。完成したうんこが。はい、来た、はい、来た。これが多分一番の低評価の近道なんじゃないかな。うんこ逆さまになってる！うんこ逆さまになってチョココロネみたいになってるよ。